わ攻撃、ノコノコの攻撃、ほら転がるや転がる、よーし。皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオメーカー2、今日もねいろんなコースやっていこうと思います。20秒オンオフスイッチのスピードラン、おーれー。うわー、ちょっと待って待って、今クソ一瞬止まっちゃったこのオンオフブロックが俺いまいちまだ分かってねえんだよ。うわーいっつクッソ、一回死んじゃった、みんなそこで死んでるさあ改めていきましょう。ここも勢いで全部いけばいいんだね。おーい、イエーイ。たまに隠し、うわーもう分かんねえ分かんねえ分かんねえ、ジャンプしてジャンプして、うおしっかりコインの道だけ辿っていかないと、どうやっていいか分かんねえ。あ、終わった最後全然意味が分かんなかった。よーし、おー最後の最後までね、エンタメですね。あ、んー、ドッスンなんとかはい、それドッスン使ったコース、ん、おい、なに、これ入れたらいいのか、え、違う、ちょ、待って待って待って、ああそこに置くのか、ブロックを、なんてこったはい、もう一回ね、だからここに置いて入るって感じか。オッケーオッケーオッケー。で、こう同じようになんか使うのかな、これ、ああね、なるほど、こうやって置いて同じように持っていく、なるほどね、ブロックいっぱい置いていく感じのコースか、ここは。よし、入ろうか。さあ多分これがチュートリアルだと思います、その感じを理解して、え、あ、いいのこれでオッケーオッケーオッケー。え、なんだこれ、ちっちゃいブロックをうまく使いこなしたコースってことは分かったけど、ちょっとこのピースブロックのねところにあるやつに、あそこに多分ねこのボックスを置けばいいのかなっていうコースだと思います。ふんふんふん、でドーンってするとまあね、でこういう風に置いて入れないちょっと待ってね、こうやって入る、オッケー。面白いな、頭使うなこのコース。ん、え、わかんない、こんにちは、あ、いいのこれで、こんにちは、あー、なるほど、ベルトコンベアね、これベルトコンベア、ベルトコンベア、はい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 、はいはいはい、あと1個あと1個、よしすげえなここ、よし、箱くださーいってやって、ここ入る、行こう、またこれね、どん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 通りますよ、よし、同じかなここも、はい、通りますよーっと、うん、あっ、どうなんの、あっす俺は悲しいよ。さあここだな問題児、はい、ここって、よーしよしよしよし、やばい、これ意外と意外と時間ない時間ないやつ、あ、俺は悲しいよ2回目、え、ここマジでむずくねえか、ほいってやって、あそういうし、それはない、ほいや、おいし、置いてから入る、オッケー、これ上でいいの、これなんだここのボタンは、うし、わ、上入るのかちょっと待って、ちょっと待って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 、完全に今のよく分からなかった、入る、さあここ上入るの目標、上入る、オーケー、賢いね、下行くのここでいいのか、本当に下来たよー、ん、わかんないよ、ファースト、わからん、早く早く、え、またこれ、え、どういうこと、シンクファースト、気持ち早く気持ち早めに、いや、これ1個持つんだ、1個持っていく、こういうことだ、あれ、オケマル水さんということで見事攻略完了いやーこれはね面白かったな、めちゃんこ謎解きや、謎解き、20秒スピードラン、カエルマリオのスピードランかな、どう、カエルマリオ取ったっけ、俺取ってなくね、取ったー、
出た出た、あー水上を走っていくタイプのスピードラン、楽しいやつ。これいつまで持ってたらいいんだろう俺。くそ、いやーいける、一発クリアするぞ、一発クリア、目標一発クリアだ。怖い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 、狭い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 、いったー、よーし勝ちまんち。あのパウブロック何やったんやろ。ジョークーパー。これあれノコノコのステージかな。これクリア率 1% ぐらいしかないコースで、はいね、難しそうですね。どういうことやろ、これ新要素入ってないかもしれないけど、とりあえず行けるとこで行ってみましょうか。え、これどうすんだ。あー、そこのバネで来たやつを踏むのかな次は。え、むずくない？ほいほいほい、こんな感じ、こうで、こう踏んで、どうすんだこれ。うわ、こうやってこうやって叩いて、無理や。え、どうすん次あれ、あそこ最後がわからん、最後がここがね、こんな感じでいいはずなんだっけ。あー、オッケーオッケーオッケー、なるほどな、敵を踏む方角が間違ってんだ俺。よーし、左中間、まず1個目、これわからんわからん、ドン。オッケーオッケー、俺今のは、今のわかった、みんなもわかったと思う。いくよ、こうやってこうやってドーンね、はい。勢い足りんかったけどイメージはオッケー。もう一回いくぞ、はいはい、あれなんか敵がこっちに来てる、あ、そうやのね、あ、敵の服踏む方角がかなり大事っぽいぞこのステージだから。あ、今のダメだ、もう気持ち左側を踏んでいく、上叩く、で、ここも気持ち左側を叩いて、あー、一人いない。いや、気持ち左叩くってめっちゃむずくないこれ、気持ち左側を叩いて、いく、いき、まん、どうすんだよ。あそこに左下にいるな、一体。ほい、ほい、いいぞ、いいぞ、いいぞ、で、これは、こっちに回して、こうやって、ここ、踏んで、落ちる、落ちる、あー、もうダメだかも。くっそ、向きが一回ミスったら終わりって、えぐいな、マジで。きーみ、こうやって、こうやって、よし、よし、こう踏む、いいね、あ、嘘やろ、嘘、一瞬躊躇した、俺、最後。マジつれえ。こっち向き、こいつ踏んで、よし、飛んで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 、よっしゃー、やっといった。マジで嬉しい。もう終わるか、あー、まだ中間ね、まだあるので、いや、もう大丈夫でしょ多分。何それ、何それ、わからんわからんわからん、ノーノー、これはどそこどうすんだろう、あ、行けるのかな、あの男、甲羅踏んで、よし、へい、まあ、ここまではなんか初見でいけたからいいんだけど、この次だよね、ここ、こうで、いいね、うわ、そこそいつね、次普通敵踏んでいくって感じ。オッケーオッケー、敵さん、敵さん、よし、なんでこの甲羅は遅れてくるんだ、これでふん、おお、イエーイ、意外とあっさりいけたな、ここは。終わりか、あ、いや、終わった、勝ち待ち。いや、めっちゃんこね、難しかった、ここのこのこの踏む方角をね、ちゃんと決めていかなきゃいけないっていうのがマジでエグかったっすね。マリモンレッドのこのこバージョン、これ何、マリモン、え、プレイゲーム、マリモン始まって、マリモン右何このマリモン、ん、おお、ドット絵のゲーム、これどういうことどういうこと、マリモンや、マリモン、わけわからんもんやで、これカエルになりました。ドット絵をこれで表現してるの、あ、お家入ろう、家入ろう、すごいでしょこれ。どういう発想だよこれ。ちょっと待って、これあれか、待って、さっき、待って、もう一回ここ入りてえけど、さっきの家かで、これマサラタウンだ、ここマサラタウン。ちょ待って、マサラタウン、わかるよね、わかるよね、みんな、ここマサラタウンだって。うわー、おーおー、こんにちはこんにちは。ポケモン選んだのかな今ね、モンスターボール、沖田博士の家入ってね、ニューンと思ったけど出てきた。
ポケモンゲットだぜってわけで、ノコノコ、赤ノコノコゲットした僕はっていう感じ。いや、ちょっと待って。意味がわかんねえ。意味わかんねえ。それ、大木田博士、ここやったな。で、ここ、ライバルの家、ここ。封鎖されてるわ。自分の家、入れねえし。さて、行きましょうか。ね、草むらに。草むら行きましょう。いや、来たな、草むら。意味がわからんけど。よし。ここ、傷癖置いてないんだけど、ここで。ねえ。草むら、敵はおらんのか？大丈夫？ぐっ。なんだ、こいつ。ねえ。さあ、行け！何？ほい。わっ！攻撃！ノコノコの攻撃！ほら、転がるや、転がる！よーし！うちの、うちのポケモン強いやろ、結構。今の、これエンカウントやな。うん。よーし、ウィーン！やったぜ。いや、草むらのエンカウントでしたね。大丈夫、草むら避けていこう、草むら。うわあ、ここ飛び越えれるとこね。ピョーンって降りれるとこね。帰り道。上入ろうか。うわ、今度ブンブン戦だ、ブンブン。ブンブン、行け！ノコノコ！よし！くらえ！難しいな、これ。くらえ！うわ、惜しいな。よーし、いいダメージ。相打ちしたけど大丈夫、今の。相打ちやったけど。ねえ、あとでポケモンセンター行かなあかんな。危なかったわ。ねえ、ウィーン！カロンになっちゃったよ。瀕死になっちゃった。はい。で、ここが、トキワシティですね。こんにちは。入ろうか。ここ、ポケセンだっけ？なんだっけ？ねえ。ここ、ショップだっけ？ポケセンだったっけ？覚えてねえけど。む、なに？どうしよう。て、ポケセンやったわ、ここ。回復したわ。瀕死やったポケモンがなんとか治ったわ、みんな。よかったー。いや、ポケモンって楽しいな。科学の力ってすげえ。ここ、居合切りするとこやな。こっち側は、ポケモンリーグまだ行けないもんね。さあ、上行こうか。時はの森ですね、次行くのは。おーおー。なんだ？でて、あ、終わった。ここまでーってね。時はの森から先は、また今後にご期待くださいっていう。これ意味わかんねえぐらい面白かったな、ここ。はい、じゃあ今回ここまでにしましょうかね。ちょっとポケモンがしたくなりました。というわけで、また次の動画も見てください。チャンネル登録してない方はチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。